では続いてはトコムコモディティフォーカスのコーナーです。今日は電話でお話を伺ってまいります。お話は岡安商事東京本部統括店 IS 本部課長の高垣健作さんです。高垣さん、はい、おはようございます。よろしくお願いします。あ、こちらこそお電話です。すいません、はい。今日はどんなお話をいただけますかね。今日はですね、一変しまして、はい、取り巻くちょっと金のですね、金、はいはい、外枠的な環境を少しお話しできたらなと思っております。あ、そうですか、はい。まずこちらにではですね、はい、金のニューヨークのですね、金の、はい、これシュアチャートを今出してるんですが、はい、1月下旬にかけてちょうど原油がぐんぐん下がってた過程でですよね、はい、そうですね、クロスするような形で原油安金が高いというそんなような動きが出てましたけれども、はい、どうやらそれが一巡してなんか水準的には一手こいになりつつあるような感じですね、これね。あ、そうですね、動きを見ますと、はい、まあ、概略どんな、まずどんなふうに捉えたらいいんでしょうか。そうですね、まあ、原油安と含めましてですね、まあ、世界的にちょっと、リスクオフという形がですね、はい、全般的にちょっと、出てきたことによって、金に対しても同じような動きが出たんではないかなと思いますんで。あ、はい、そのリスクオフの反対側でもって金先行というそんな動きですか。そうですね、はい、それが、まあ、直近では少しずつ和らいできていて、はい、まあ、原油もどうやらそこを打ちつつある、まだ何とも言えないんでしょうけれども、はい、50ドル近辺で底堅い動きになり始めているので、はい、まあ、ちょっと傾きは年明けとは少し変わってきたということですか、これ。そうですね、年明けぐらいから少し動きもちょっと変わってきてるんじゃないかなと。あ、そうですか、はい、いう形で思いますね、はい。あ、どうなんでしょうかね。そうすると、まあ、あまり強くなかったなっていう印象なんですけれども、はい、この先はどういうふうに考えたらいいんでしょうか。そうですね、やはり金、ニューヨークの金に関してはですね、どうしましても、まあ、先週の FOMC の議事録あたりからですね、はい、アメリカの、年内の早期利上げっていう観測感がですね、はい、まあ、これが言及がなかったっていうことで、まあ、戻りは出てきたんですけども、まあ、結局そのアメリカの方の先週にありました小売売上高とかそういう指標の方がいい数値で少し入ってきたことによって、ひょっとしたら年内の利上げもあるのではないかっていうそういう思惑的な形での上下がちょっと続いているというような形じゃないかなと思うんですよ。はい、はい。で、まあ、今回、ギリシャの、救済プログラムがですね、まあ、一旦はその合意っていう形でですね、はいはい、条件はまあ4ヶ月ということと、まあ、はい、まあ、棚上げという感じですけどね。そうですね、はい、でも4ヶ月の期間、まあ、時間が、はい、できたということですね。そうですね、まあ、先延ばしされたっていうだけの状況で、結局改善っていうことにはまだなってないと思いますので、はい、まあ、そういう根本的なところから考えていったとしましてもですね、そろそろこの辺りで、まあ、底値をつけて上昇してくる可能性が高いのかなと、はい、いうような見方が出ております。はい、そこの打ってというのは今のお話は金のお話ですか。そうです、金の方ですね、金のですね、はい、あ、そうですか、はい。年明け、まあ、1月の下旬ですよね。そうですね、1300という値段がありましたけれども、はい、そこからもう100ドルぐらい下がってるんですか、これ。まあ、かなりそうですね、もうほとんど一方的な下がり方をしてきている状況で、はい、1月入ってからのこの上昇をほぼ、70% は下がってきている形になってきてますので。そうですよね、はい、そうすると目先的には一旦はいいところまで来たんですか、これ。そう考えるべきだと思います。あ、そうですか、はい、そうですか。そうするとここからはもう一回戻りを試しに行くという流れを想定なさってる。そうですね、このままアメリカの方にしましても、はい、雇用統計の数字だけが今良くてですね、はい、まあ、他のやっぱり経済指標がやっぱり芳しくないっていうことから考えてもですね、高波的な形でまあ早期な利上げをしていくだろうっていうやっぱり考え方もまたちょっと薄いんではないかなと思うんですよ。ああ、そういうことですかね、はい。まあ、一番波と波の、
局にいらっしゃるのがイエレンさんではないかというようなこともあります。そうですね、はい。やっぱりそうしますと24日から開かれます議会証言ですかね、はい。ここのところは大事ですかね。これそうですね、そこはちょっとポイントになると思いますね。やっぱりになりますか。はい。24日が上院、そして25日が下院と、まあ、2日間に分けてなんですけども、ね、はい。まあ、この前の方の上院でのお話、上院での銀行委員会か、はい、の話がやっぱり一番のマーケットインパクトは大きいでしょうね、これね。大きいと思いますね。あ、高木さんはどう、まあ、その発言内容までは分からないんですけれども、はい、どんなふうに想定なさってますか。そうですね、一応私どもが一応考えているのは、まあ、おそらくイエレンさんもそう偏った発言は、しないと思うんですよ、はい。ただ全くちょっと利上げに対しての可能性を否定することはないと思いますので、まあ、少しなんて言いますか、年内あたりの要は利上げをちょっとこう、見越したですね、発言になってくると思いますので、ですね、おそらく金に関しては今下がってはきている状況ではあるんですが、はい、ここから大幅な下がりを今からこう狙っていくっていうのはちょっと難しく思いますので。あ、そうですか、はいはい。逆にまあ日本建ての金にしましても、まあ、今ちょうど4600円を切ってきているような動きをしてきているんでですね、はい、まあ、4500円の半ばですとか、そのあたりが来るとおそらく価格もそこからの下落もだいぶちょっと足取りも悪くなるはずなんですよ。あ、そうですか、はい。4500円近辺が、まあ、言ってみるそこ、そうですね、という感じですか、はい。まあ、安易にはなかなかちょっと、売れない状況が続く、はい、とは思っております。あ、そうですか、はい。あ、もう一方では日本円建ての場合はですね、はい、為替が効いてくりますから為替の動きもちょっと絡めて考えないといけないですね、これ。そうですね、今のところ、まあ、今年に入ってから為替の変動もですね、だいたい118円、はい、あたり挟んで前後上1円下1円のような形の動きですので、去年の暮れですとか金融緩和した時のような、うん、状況での円安ではないんでですね、はい、為替の方は今のところはそのあたりのレンジの動きになると思います。あ、レンジ内の動き、はい。そうですね、そうですか。そうするとやっぱり大きい要因としてはニューヨークのドル建ての動きがやっぱりインパクトになってくるということですか。そうです ね、あとアメリカの方の政策と、アメリカの政策、はい、そもそもですね、そのあたりがポイントになると思いますね。あ、そうですか、はい。この間伝えられていたのは例えば下の方で安いところで、ロシアの中央銀行が現物かなり買っていたとかっていうようなことも言われたりしてるんですけれども、はい、下は下でやっぱり現物の買い需要って大きいんでしょうね、これ。そうでしょうね、要は、1200ドル割れになるとやっぱり買い意欲はどうしてもちょっと旺盛になってきておりますので、実需の面から考えても買い支え感というのは出てると思いますよ。あ、そうですか、はい。あ、1200を割ると確かに、買い物が入りようですよね、これね、はい。あ、そうなんですか。ちょうどですから今の直近での足元の水準もそこに近づいているのでなかなかここから下は行きにくいと。そうですね、そんな、見方でいいんでしょうか。そうですね、はい、そう思っております。あ、そうですか、はい。とアメリカの政策景気、まあ、いかんで、なんでしょうけど、はい、まあ、そんなに強くないねという見方でいらっしゃるんですね。そうですね、はい、うん、まあ、しばらくまあ不安定なまあ動きは、は続くとは思いますんで、でどうしましてもやっぱりこのギリシャの問題、まあ、ヨーロッパの、ね、ギリシャの問題と、あとウクライナの問題とですね、あとはどうしてもそのアメリカの経済の、立ち直りのスピード感ですね、はいはい、ここから考えていくと、幅的にはそう今のニューヨークの金の価格はですね、はい、大きくちょっと下落をたどるっていうことはなくて、どっちかと言いますと今後に向けてはやっぱり不安要素がやっぱり多いと思うんですよ。不安要素が多い、はい。あ、そうですか、はい。そういう面から考えるとやっぱり下げられるとその実需の買いが出るというのはやはり今の環境には合ってる状況じゃないかなと思っております。あ、そうですか、はい。確かに、ギリシャでもですね富裕層が金を買っているというようなニュースもなんかありましたけども、はい、そうですね、やっぱりそういうそのなんていうんですか国際緊張というかもやもやとした状態が続くとやっぱり金に対する需要というのはそれなりに多いんでしょうね、やっぱりね。そうですね、多いと思いますね。あ、そうですか、はい、多いと思います。
まあ、ドル建てで結構なんですけれども、大体高値、安値、どんな想定でいらっしゃいますか。安値はですね、はい、まず安値はあの1270ドル。1270ドル、はい、はい、あ、すみません、あの、はい、1170ドル、1170、はい、70ドルですね。で、高値はやはりあの目先のその1303っていうところですね、はい、はい、そこにあの目線は向かってると思うんですよ。今年相手の高値、そうですね、ですね、はい、はい、そこに向かっていってると思いますね。あ、そうですか、はい、ここのところですね、1月22日だったかな、はい、そうですね、はい、あ、そうですか、まあこの上下、まあ、120円ぐらい、130円か、というところですね。下のそうですね、今のお話ですと200を割るようなところが瞬間はあるかもしれない。そうですね、あると思いますね。あ、そうですか、はい、それが下値で、はい、これは1303を取りに行く。そうですね、想定ですね、はい、そういう形で、見ております。あ、そうですか、はい、わかりました、はい、はい、高木さんどうもありがとうございました。あ、いえいえ、こちらこそ、ありがとうございました。お電話の方で失礼しました、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。以上、トコムコモディティフォーカスのコーナーでした。